グランデコスノーリゾートにやってきました。今もかなり雪が降っていて、辺り一面白一色です。そんな中、オープン初日に訪れた人たちはスキーやスノーボードを思う存分楽しんでいます。4年連続で県内トップを切ってオープンしたグランデコスノーリゾート。当初今月1日にオープンする予定でしたが、積雪がなく延期となっていました。初日の今日は13あるコースのうちおよそ1800メートルのコース1本が滑走可能となり、オープンを心待ちにしていたスキーヤーたちが思い思いに初滑りを楽しんでいました。今日も最高っす。この日をずっと待ってました。早く早くって毎週休みの声と思います。今年はいっぱい、いっぱい、なるべくいっぱい、なるべくいっぱい。ゲレンデの積雪は50センチほどで、今日は去年より90人ほど多いおよそ200人が訪れたということです。少しでも早く滑りたい方に、ゲレンデをご提供できて、非常に良かったと思っておりますし、ぜひぜひ、お越しいただきたいと思います。